こんにちは、荒木和弘です。令和4年3月24日木曜日のショートメッセージをお送りします。ちょっと後ろがすごい散らかってまして、お恥ずかしいんですけども、自分の普段、調査会で仕事してる、デスクでこれは映してます。今日お話しするのはですね、ちょっとこのお話、新潟日報の記事なんですけども、これ先週、特定失踪者家族会の元会長の大沢昭一さん、大沢隆さんのお兄さんが送ってくださったファックスです。で、新潟日報の記事なんですけれども、これですね、こういうことが書いてあります。岸田首相は16日の記者会見で新潟日報社の質問に対し、家族との面会について長年の苦しみ、悲しみを伺った。一刻の猶予もないという切迫感を強く感じたと述べた。ということで、これは16日に岸田総理が、家族会の皆さんと、会ったことについて話をしてるんですが、その後で、一方で特定失踪者家族会が首相との面会を求めていることに対しては、拉致被害者の認定は北朝鮮側に反論材料を与えないよう慎重に対応しており、拉致問題担当大臣が話を伺う、理解してほしいと否定的な考えを示したというふうに言ってます。これ東京支社の横山記者が聞いてくれたんだと思うんですが、これとんでもない間違いなんですね。いくつもいろんな間違いがあります。で、一つは認定してなきゃ会えないということで言えば、家族会の中でも寺越昭夫さんたち、寺越昭二さんの息子さんたち、寺越事件は認定してませんね。でも認定してないけども会うわけです。で、それからあと認定じゃありませんけども、警察が断定をしている。これは国籍の問題で、認定をしてないだけの高兄弟のご家族には総理は会いません。それともう一つ、これもっと大事なことなんですけども、まあこれ要は何を総理は言ってるかと、まあ別にこれ総理ということだけではなく政府の方針なんですが、要は特定失踪者については不確かだから、北朝鮮側、もし誰か見つかって、日本の国内で見つかってですね、北朝鮮側から文句言われると嫌だから会わないという理屈なんですね。これも変な話だと思いませんか。で、最大おかしいのはですね、北朝鮮は20年前まで、つまり家族会ができてから5年間ですね、拉致問題についてですね、まあ、全国でいろいろご家族の皆さん、まあ、今の家族会ですね、の皆さんが訴えられてきました。で、その時に北朝鮮側は何と言ってたかっていうと、全部でっち上げだと言ってたんですね。そんなことは、北朝鮮は、北朝鮮民主主義人民共和国はやっていない。拉致をしたのは日本の方だ。つまり戦前、共戦連行840万人して200万人を殺して、20万人慰安婦にしてっていうようなですね、ことを言ってた。で、ところが、それをですね、20年前に金正日が認めたわけです。自分でやっちゃいましたって。まあもちろん自分の責任じゃありませんというふうに言ってるわけですけどね。でもともかくやったことは認めた。で、つまり、それまでですね、北朝鮮は真っ赤な嘘をついて突き続けてきていたと。で、そのことに対して、日本政府は何か言ったのかということなんですね。で、日本政府は、まあ警察もそうですけども、何かあるごとにですね、もし違っていたらば北朝鮮側の激しい反撃を受けるというふうに言ってます。でもこの北朝鮮がずーっと突き続けてきた嘘に対しては、激しい反撃ってしたことあるんですかね。反撃どころか異論を挟んだことすらなかったと思います。なのに、日本の中での特定失踪者、この中にも明らかにですね、拉致被害者がいる。これはもう日本政府も事実上認めてる。で、それにもかかわらず、北朝鮮側に配慮をして、忖度をしてですね、出そうとしない。まあ出すとまたなんか文句言うでしょう。まあ今回のウクライナのことでですね、ロシアは北方領土の交渉を打ち切るとかなんとか言ってきました。まああんな当たり前の話ですよね。で、もともとそんなやる気もないのに、それをですね、打ち切ると言われて、まあだから外務省的に言うとそういうこと言われると嫌だから。まあこれが北朝鮮ではあれば拉致問題で、もうこれ以上数を増やさないということなんですね。
でも数を増やさないというのはですね、これから先の被害者を増やさないというんであれば意味はわかります。そうじゃなくて実際に被害者がいるのにそれを認めないということです。これはですね、どう考えてもおかしいですよね。もうずっと超えてきて、まあ要は、まあ北朝鮮側がへそ曲げて交渉に応じなくなるといけないとかですね。で、違っていたら恥をかくとか、まあそういう全く日本側の都合だけで、要は被害者を取り返す術を自分から放棄しているということに他ならないだろうと思います。まあ本当にですね、こういうことはもうちょっとマスコミの皆さんも、まあ今回こうやって新潟日報でですね、取り上げてくれてるんですけども、もっとやっぱり聞くべきだと思います。で、違ってたらどうするんだというんだったらですね、じゃあ逆に、会ってたらどうするんだと、いうことです。もし、例えば、20人の特定失踪者のご家族が首相に会いたいと、いうことになってるわけ、なったとしてですね、その中で、例えば私は一人だけでも本当に拉致をされた方がいたとしたらば、それはもう会う価値は十分にあるだろうというふうに思います。実際にはそんなもんじゃ済みませんけどね。ですから、それを、やはりですね、我々としてはもっとしっかりと押していかなければいけない。数というのはですね、日本側がこれも可能性がある人ということで出してもういいんです。向こう側がずっと嘘をつき続けてたんですから、こちら側がですね、その中で何人か違ってる人が例えば出たとしたって、それを向こうに突きつけて悪いことなんか何にもありません。向こう側は今だっていろんな嘘を次から次へと突き続けてきてるわけですから、こちら側は別に嘘で言うわけではない。ね。で、ともかく向こう側が拉致をして、し続けていることは間違いないという前提のもとに、向こう側に強く迫っていかなければいけないんじゃないかと思います。まあその意味で、この総理の答弁というのは、ある意味非常に日本政府の本質を表したものだと思います。ぜひこれ国民のですね、意思で変えていかなければいけません。ご協力を引き続きよろしくお願いします。今日もありがとうございました。